球です。今回の A 級おすすめ、これにてちは、これまたジャイアントロボの話ですね。実はですね、私ジャイアントロボの話どれも外れがないんですよ。全部好きなんです。なのでね、もう全部やってしまうかもしれません。その中でですね、今回選んだのはですね、ジャイアントロボ第23話、宇宙妖怪博士ギルマです。予算的にもかなり苦しくないですね。ジャイアントロボ再生怪獣、もしくはですね、怪獣が出ないシナリオがたくさんあります。その中の一つですね、第23話、いよいよ最終回に近づき苦しい状態だと思います。話はですね、大作の誕生日にですね、お父さんから人体模型が届くんですね。その人体模型ボタンを押すと、なんと大作少年そっくりのコピーロボットになるんですね。そこでですね、困惑して、僕です、僕が本当の大作ですと支部長に訴えかけます。そこでですね、コピーの方がですね、腕時計を奪ってしまい、腕時計をしているのは僕です、僕が本物ですと言った時にですね、支部長は、いや違う、本物大作はこっちだと指を指すんですね。なぜわかったんですかって言うと、時計を誇示する相手に対して大作の腕にはしっかりと時計の跡が残っている、そう説明するんですが、実際ね、どうやって見たのかわかりませんが、その腕を見るところがちょっとなかったですけどね。そういうことで、時計とともにですね、ゲルマ博士は大作のコピーを持ってギロチン帝王に報告に行きます。ギロチン帝王大喜び、よし、ジャイアントロボを動かせと言ったんですがね、ユニコーンの騎士ではですね、ジャイアントロボの真空管みたいなのを3本抜いたんですね。するとですね、ジャイアントロボ機能が停止してしまいます。それを知ったギロチン帝王、ゲルは今度は失敗は許さんぞということですね。ゲルマ博士、なんと幼稚園のバスをですね、人質として取ってしまいます。それで仕方なくですね、ジャイアントロボの電源を入れたわけです。するとですね、ジャイアントロボは偽大作に操られて飛んでいきます。右旋回だ左旋回だとジャイアントロボを飛ばしています。そんな時ですね、石油コンビナートを壊せとゲルマが言うんですね。さすがにね、予算が苦しいのか、石油コンビナートはもろ分かりの絵です。ここらがね、ちょっと作家が今一つのところなんですね。ジャイアントロボはコンビナートを壊せと命令しているのにですね、なぜかですね、電柱を壊すジャイアントロボ、そして高速道路も破壊します。これはね、怪獣を使わなかった分の予算をここにみんな吸い込んだんですかね。ジャイアントロボ本体はですね、高速道路を壊しているとですね、残念ながらですね、全然バンクとして使えないんですね。スパーキーとかね、一部が映っていてですね、後の作品にね、何度か使われてましたが、こちらではね、バンクとして使えないので、ちょっと失敗でした。そこでですね、大作もね、涙ながらに、ジャイアントロボ、僕の言うことをどうして嫌いんだと、訴えるんですね。するとですね、なぜか、トラックを持ち上げた、ジャイアントロボがですね、BF 弾の方に向かってですね、その持ち上げてトラックを投げるんですね。BF 弾燃えてますね。そして、ユニコーン機関の科学者がですね、模型の接着剤を溶かすためのものを作って、偽大作に打ち込みます。するとですね、一気に溶けてしまい、その瞬間、なぜか遠くにいた大作少年は、すぐに腕時計を取り返し、ジャイアントロボに、ゲルマ博士をやっつけろということですね。ピンカーミサイルですね、ババーンとって一瞬にしてゲルマ博士は爆発してしまいます。そしてやったーって喜んで、そこで終わりになるんですが、この回もなかなかインパクトの強い回で、本当の理由成分はこっちだと言った瞬間にですね、それまで普通だった偽大作がですね、眉毛が濃くなってるんですね。これもなかなかね、見どころだと思いますよ。しっかりとね、これらの話全部記録してるんですよね。あなたも多分そうではないですか？あれだけ何回も何回もね、夏休み、冬休みに見たジャイアントロボ、あのストーリーをね、ほぼ記憶していると思うんです。ただ、もうね、時間が経ってしまって忘れてしまってるかもしれません。これを機にですね、また見てみるのもいかがでしょうか？まだですね、ジャイアントロボ、最後の砦になっているのかもしれませんが、なぜかですね、まだ、テレビシリーズ、ブルーレイとして発売されません。東映さん、ぜひブルーレイとして発売してくださいね。私、ジャイアントロボのブルーレイ化、首を長くして待っております。では
今回は宇宙妖怪ゲルマガの回でした。また次回もこれ見てちょやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた。